んにちは。せんちゃんのよ、せんちゃんです。みなさん、今日は水曜日ですね。今日も明日も、明日は一番も、明日はね、一番も会えてる。昨日は火曜日で、今日は水曜日。そしたら今日は私の仕事は工房です。朝から工房です。朝はね、あそこ選別した箱に一番持ってしました。すりらお昼で工房の中核、また明日は選別です。そしたら今日はね、今日は畑の工房はね、新しいの畑、すっごい大きいの工房。皆さん、一本の一キロの工房、私は嬉しいで、楽しいで、皆さんに見せたいです。工房は、すっごい今日はね、小学の時、おお、大きい、ここも大きいって、全体大きいです。すっごい買った、今日はの畑。見て、皆さん。見るかな、すっごい大きい。もうね、小さいもあるけど、小さいは少ないです。大きい方は多いです。こんな感じ、こんな感じ。見て、皆さん。うわ、大きい。うわ、こんな大きい。今、私はね、2、3本ね、こんな感じで。2、3本ね、こんな見て。私はね、嬉しいで、皆さんに見せたいです。大きいごぼう。こんな、皆さん。あ、これ、これ、これ。ほら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 、今来た。こんな見て。今はね、たまにね、たくさんはね、一本は一キロです。私ね、ここに3本で、ね、ここね、みんなに測って見せたいです。こんな感じ。見て見て、これ。これ測ってるね。これはね、30キロの、これ測って。これ、おいしょ。わっしょ、わちょうど1キロです。皆さん、ちょうどこんな見て大きいでしょう。皆さん、今年はごぼうは大きいで、きれいで、楽しみある。あとでね、私もね、いっぱいのお話したいです。みんなこと、こんな見て、これ、わ、1キロ、ちょうど1キロです。ここ、わお、こんな、わ、大きいです。そしたらね、今私朝で工房選別して、私は備品で見て、今私はね、黒の積んで終わって、まだカサカサカサだけテープの貼って、あとで磯にカサカサみんなのお話したいです。いろいろなこと、先ちゃんのことです。ね、3本ね、生えてますね。これ私はね、袋に生えて、今日はね、私いっぱいの自分でことの皆さんに教えたいですね。最初からね、最初から私朝起きたですね、子供に7時半に学校の子供連れてて、そしたら家帰って洗濯干して、それ8時で仕事です。工房の手伝いしてるね、旦那さん。箱のすめですね、箱のすめで、ここにね、選別工房。そしたら私はね、十字とか自分で休憩とか黒に入ってる、これ置いとって、そしたらね、1時からみんなね、工房の中核ですね、畑の工房中、私も一緒に行く。そしたら5時まで私はね、5時までみんな終わったら帰った。みんなも仕事、何人か6人で帰った。そしたら5時で私、子供を学童に迎えにして、家に置いて、今は置いたらね、私はね、またここにね、テープ、まだテープ貼ってないで、今ことテープ貼ってる。こんな感じでテープ、あ、テープしたら、私がね、テープ終わった。今日もね、すごくない？今、1、2、3、4、B はすごくないかった？よかった。私はね、ゆっくりある、ゆっくりかな。そしたらね、私、鹿屋の一番の持ってする7時、今はね、今6時15分で
皆さんはね、せんちゃんはね、すっごい働いてるねって言ったかまで、そうですよ、皆さん、この辺私、ほんと仕事はね、朝から晩までね、毎日ですよ。あ、休みのところはね、日曜日仕事あるけど、けどは一日じゃない、もしか日曜日、午前中の仕事は、お昼は休み。休みも日曜日、土曜日は仕事。あ、昨日もね、休み。今はね、辛いもは終わったけど、あと一枚。あとは辛い、私、あとまた辛いもの、みんなね、どうのとって皆さんに見せたい。今年の終わりの辛いも、あと一枚。あとで、これはね、また、今度は私、ごぼうですね。一番持ってきて、私、私はね、みんなせんちゃんの頑張って、そうもないですね、みんなさん。農業からね、農業、みんなゆっくり、みんなは違うです。私はね、仕事あるで、楽しい仕事です。嫌はもう、怒るは嫌です。私はね、誰も怒ってないら、私は楽しみの仕事です。怒るもあるでよ。まあ、今度私ね、お話したいです。私はね、仕事はね、もともとはね、仕事あるで、とっても楽しみ。これ作ったね、楽しい。私はね、みんな道路で車走って、みんなこのスイカの綺麗で、ああ、私こんなすごいスイカの綺麗ねって、みんな何でもして、私も真似して、こんな綺麗のしたいで、これ私は仕事めっちゃ楽しみです。何でも楽しみです。私はね、すっごい頑張って、自分でも言ったり、いろいろも作ってる。私はね、一人で畑で、旦那さんと別は、ですでしょ。旦那さんと別々。けど私はね、仕事はね、服装は本当旦那さんの手伝いして、自分で旦那さん終わったから自分でこと、土曜日一番休みと火曜日と土曜日は一番休み、今ですね。前は辛いもが、服装の辛いも自分でね、今年私ね、辛いも植えて、とっても忙しい方、スイカはね、ちょっとダメです。まあ、ダメじゃない、まだ開けれない、私、まだマックです。ツリーはね、すごいね。私はね、これを気にする。みんなに、さんにお話したいです。せんちゃんはね、めっちゃ頑張って、私、100円だり、市場だり、自分でお金。そしたらね、せんちゃんのお金どうするって、私はね、本当、誰も聞いてない、自分でね、教えたいです。ラオスに、私のラオス人ですね。知らないから、知ら私のラオスに怒ってかなって、ラオスのお金送る。皆さん、私はね、お金は、ラオスは一回も怒ってないです。ああ、もう一回で、前は私のばあちゃんの死んだ時、怒ったお金ね。あ、そしたらね、私はね、自分で日本に家族あるですね。私、子供もある。そしたらね、いろんな貯金で私、まあいろいろもね、私もね、頑張りました。私家もね、建ってる。これね、これ家で私の頑張りましたよ。旦那さんはちょっとしかないです。まあそれはいいからね。まあ別の自分でこと。そしたらね、私はね、ラオスのお話したいですね。ラオスのお母さん、私はね、私妹は2人です。ラオスにね。私の妹2人はすっごい仕事、いいの仕事だし、2人とも銀行の仕事です。そしたら私はね、まあちょっと、私はね、お父さんは、本当のお父さんは死んでる。まだお母さんだけ。そしたらね、今はお母さん、私のお子に怒れないも大丈夫です。妹はね、2人で面倒する。私、お母さんはね。今は妹は結婚して2人で、それは子供いるで、2人とも子供いる。それはお母さんがこっち来て、こっちはね、こっちも今はお母さんのお孫の妹の面倒してる。だからお母さんはとってもいいで、怒れないも大丈夫です。
私はね、前は私家の日本の去年家の建て、妹もお金少しで手伝いしました。まあそんなことみんなね、すごいね、せんちゃんの頑張って お金いっぱい貯まってラオスに怒って、そんな言わないです。こっちはね、日本は家族ですね。私子供2人あるでしょう。いろ前はね、今後ろまで私いろいろある。皆さん楽しみ待ってね。今度はね、せんちゃんのいろいろ自分でことお話したいです。悪いもある、いいもある、楽しみ。今日はね、私あんま私はね、話したら仕事しない、仕事から話してもう終わないです。ね、今日はね、私はね、7時から家に会ってる。たまにね、私7時で英国買い物から家に子供と一緒に食べる。だいたい7時半か8時にご飯食べる。遅いですわ。まあそうもないね、仕事。私も100円も準備して、一番も持ってして、もうしないでもいいです。 しないでもいいし、私はね、とっても楽しみ。今日はね、いくらお金入ってるかな、どう撮って、何人見るかな、何人コメントしたな、これをね、私楽しみ。本当はしないでもいいけど、私ね、これはね、楽しみ。仕事は楽しみ。みんな見る、みんなどんねんかも、これは楽しみ。毎日毎日、みんなわかるか。もうまた私まあ追わないでまあ今はね、6時半だ。次はまた私ね、ゆっくりみんなにいっぱいのお話したいです。たくさんのことです。今日は忙しい方、毎日忙しいけど、中に嬉しいけど楽しみです。私楽しみ。今日やったー、これできた。寝る、毎日寝るですね。今日は思う、考え、今日は何しようかな、明日は何しようかな、それも毎日考えてる。私は毎日、明日何しようかな、明日終わるかな、どんな、これですわ、これ私です。みんなですね終わらなかったね。で、終わりました。これ1、2、3、4、こんな感じで、今日はいっぱいの仕事です。毎日。皆さん、本当は私はね、少し皆さんの見せてだけ。本当は私はね、仕事は一日は何にそういっぱいあるよ。毎日私はね、みんなの少しだけど見せた。本当はいっぱいです。はい、今日はいろいろのお話したいで、皆さん、せんちゃんのよ、グッドボタン登録してね。私いろいろ、まだまだ私のこと、まだまだいっぱいです。皆さんに教えたいです。前から最初ラオスから来ました。日本に10何年でいろいろあった。皆さんに今度ゆっくりいっぱいの話で楽しみね。皆さん、私も楽しみ。皆さんに教えたいです。はい、今日はちょっと長い方以上です。皆さん、最後まで見てくれてありがとうございます。